はい、おはようジャン君。ジャン君まだ6時台です。パンちゃんもおはよう。空がね、これだとあんまり朝焼けが見えないね。ちょっと待ってね。こんな感じにすると朝焼けわかるかな。なんとなくわかるか。朝焼けです。そしてよいしょ、パパはちょっとあれに散歩に行ってこようかなと思ったりしています。散歩のお供にピクミンを連れて行こうと思っています。それとちょっと映像でも撮ってこようかな。こんな感じです。今日はですね、朝10時にちょっと人に会いに行くんですが、まあ、すぐ昼前には帰ってきますけれども、ジャン君にまた音を聞かせなきゃいけないということで、Bluetooth のスピーカーを使っていたんですが、あれお風呂用なので、あと母も使うのでですね、持ってきたり下ろしたりがめんどくさいなって思っていたところ、これです。これいただきもんなんですが、エコーなんとかっていう、アレクサが入ってるやつね、呼んじゃったかなそれにこの Bluetooth を関連付けるっていうことが考えついちゃったわけです。で、なんだっけ、ダブルリンクじゃなくて、あれの名前を忘れちゃったんだよね。あ、いたいた、この人を呼び出してみればいいんだ。呼べた。なんか言った。よし、じゃあですね、ジャンポンシャッフル。黒岩健一郎の iPad で再生します。はい。フルでも言うだ。え、ボリュームをちょっと上げる。はい、かこのぐらいのボリュームでも、はい、ということで使えますぜ。ジャン君、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 混乱するよね。ジャン君、またちょっとの間出かけるのでよろしくお願いしますね。あなたもね。はい。はいはい。よろしくね。呼ばれたね。はいはい、ポンちゃんも呼ばれると来るね。はい、ポンちゃん、はいはい、
くん、ジャン君ごめん、今日2度目のお留守番なんだ。実はフォークソング同好会があります。ジャン君お願いします。よろしくお願いします。だいぶお待たせしましたね、ジャン君。でも二人で寝てたね。もう諦めて寝てた。
どうぞ。いい子だね、ジャン君。ジャン君。